ウクレレはそうですね、本当に10年前ぐらいに、うん、南の島に旅行に行ったことがあって、でのんびりしようと思って行った旅行だったんですよ。海辺行ってただだらだら四五日過ごそうっていう旅行で、でだらだらするって何するんだろうなと思って、そうだウクレレでもやるかみたいな感じで行きがけに、あのウクレレを本当に旅行行きがけに新宿でウクレレ買ってそのまま飛行機乗るみたいな、まあ、やったら実際すごい気持ちよくて、でそれからもう家ではもうすぐ手の届くところにいつも置いてて、ちょっと時間があるときにパッと取って弾くっていう、もうすごく身近で気軽な関係で、うん、なんで南の島行くときにじゃあウクレレでもやるかって思ったかっていうのはジョージなんですよね。やっぱりジョージ関係の本とか読むと、本当にジョージはいつもウクレレを持ち歩いてて、車のトランクにもいつも入ってて、友達が家に遊びに来るとトランクに放り込んでおいてプレゼントしちゃうみたいな話とかもあったりっていうのも聞いて、でいつもそばに置いてポロロンとやってんのかジョージはっていうのも頭にあって、で割とウクレレ始めてすぐにニコルズでも取り入れてレコーディングで使ったりライブで使ったりするようになって、ってなるとやっぱりどん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 距離は縮まっていって、もう今やニコルズでも欠かせない楽器になっていて、やっぱみんな身近に感じてくれる楽器でもあるので、あウクレレだみたくなるんですよね。やっぱり楽器を自分で奏でるっていうことのやっぱすごくやっぱり素晴らしいこと、大げさな言い方になっちゃうんですけど、本当に人生に花が咲くというか、ちょっとウクレレでも本当に弾けるだけで楽器を弾けるっていうのはすごく人生が豊かなものになることだと思うので、みんなせっかくウクレレ持ってたりするんだったら押し入れにしまってないで、ちょっと一回そろそろ向き合ってみたらっていう、はい、もうそれこそメロディーだけでもよくて、あとなんて言ってもね、ウクレレのいいところは指が痛くなりにくい。やっぱギター何が辛いって、最初そのドレミやってても、もう指先がもうお風呂入ったらしびるっていうぐらい痛くなるんですけど、ウクレレはまあ多少は痛くなりますけど、もう問題じゃなく楽ですよね、そういうところは。なんで本当にもう気軽にみんな始めればいいのになって思いますね。